当に日本人以上の頑張りじゃないと、俺はダメと思います。海外でのメディアとかすっごい厳しいんです。はい、続いてになります。はい、お願いします。はい、お願いします。沢登さんがね、はい、戻りましたね。いやー、みんな待ってたじゃないですか。そのだよね、はい、長かったよね。長かったです。俺なんでのエスパルス登さん入らないのかなってずっと思ってて、はい、でも多分アレックスもそのうちの一人だと思うけど、はい、戻ったね。いや、もうミスター清水なんでね、登さんがやってもらわないと誰がやるんだ。いや本当そうだよ、はい、どう、のぼりさんに対する。いや、もう期待が大きいです。うん、はい、まあのぼりさんやっぱりこう持ってる熱、うん、それと経験もそうですし、まあね、もともとやっぱりプレイヤーとしてもね、感じてたこと、それと経験したことをもう絶対伝えると思うんですよね、うん、そこが一番大事なんですよ、うん、どんないい選手とでいてもうまくその自分が感じたことを伝えれるか伝えれないかっていうのがすごい大事なんですよ、うん、のぼりさんはもう一緒にイベントとかも、うん、あのしてますし、うん、やっぱりそういう細かいところをすごく見てるなというのもあるし、うん、もちろんメンタリティーの強さとかも、まあ、分かると思うし、うん、誰にも負けないような、まあ、元気超強いからね本当負けず嫌い、もう本当にこうあのそういう気持ちがあるので面白いですよ、とにかく、うん、絶対、はい、期待したいです。うん、はい、まあ、のぼりさんはあのユースの監督に就任したっていうことで、はい、今さ、エスパルスのユースから、はい、トップチームで中心選手となって代表選手となって活躍する選手がいないよね、うん、なんで多分育成強化っていうところを、はい、まあ、のぼりさんは多分おそらくメインでやりながら、うんうん、エスパルスの5年後10年後先のことも考えながら作ってると思うんだけど、まずはそれなんですよ、うん、エスパルスユースも強いんですよ、うん、強い。ただやっぱりもっともっとそのユースからプロの選手を出てこないと、うん、やっぱ困るわけなんで、そうですね、だから本当にそういう精神的にフィジカル的にも鍛えれるような選手を育ってほしいですね。できるじゃないですか、のぼりさんは。できるよ、間違いなくできるよ、はい、だからもう本当にもうプロにどん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 多くてほしいですね。はい、はい、あのエスパルスのね、はい、外国籍選手についてどう思いますか。やっぱ外国選手っていうのは、うん、僕もそれをエスパルス初めて入った時にすごく重く感じて。重く感じた。はい、ああ、やっぱり結果を出さないといけない、うん、もう1年契約なので結果を出さないとクビになるんですよ。もうそれ当たり前のことなんですけど、ね、当たり前だね、まあ、そのぐらいじゃないと外人取らなきゃいいんですよ、まあ、外人って言ったらあれなんですけど、うん、そのぐらいやっぱり選手をこうやってエスパルスが連れてきたら試合にも出ないといけないし、うん、出なかったら何の意味もないんですよ。逆にお金が損すると思います、うん、そうだよね。そうじゃないと、まあ、逆に若い選手にどんどん育つ、うん、それかもういい選手、若いの選手を取っていくじゃないといけないと思うんですよね、うんうん、だから僕は去年その2021年のシーズンの最後について2人しか出てなかったんですよ。あー、そっか。バードとサンタナ、うん、トップとセンターバーグ、はい、だって2人だけじゃないですよね。ものすごいよ。どこにいたのその選手たち、うん、何をしてたのみたいなっていうの、うん、そこがやっぱり責任があると思うし、連れてくるんであったら変化をつけないといけないんですよね。うん、だから彼らにもそういうプレッシャーを与えないといけないし、まあ、そのピリピリムードでやってほしいですよね。うん、やっぱりね、あのエスパルスの外国籍選手を見てて、もちろん一生懸命やってるのはよくわかるのね、はい、だけどアレックスが言ったように大事なところで出ないとかっていうのがよくあるね、うん、はい、だから俺思うには、うん、あの一生懸命やるのは普通なんですよ、うん、誰でも一生懸命やってるのか。ただ結果を出さないと意味ないんで、うん、取らなきゃいいんですよ、じゃあ外人を。そういうことね。日本人でもう勝負に出ればいいと思うので、うん、育てたね、いいのをもうじゃあ連れてきてくださいよって感じです。頑張るのは当たり前だと、プロなんで一生懸命やるのは当たり前、うん、当たり前。ただやっぱり結果出すのは
求められるものなんで、うん、やっぱり結果を出さないと例えば契約切れるし、うん、それから契約ダウンするし、うん、外国人選手はスケート、うん、もう本当に日本人以上の頑張りじゃないと俺はダメと思います、うん、日本人以上の仕事を結果を残す選手じゃないと外国籍選手ではないと、はい、助っ人じゃないとダメだと。そうなんですよ。ああ結果出せと、はい、そうじゃないと意味ありますないね、はい、でもそういう選手たちがたくさんやっぱり去年は大型補強をたくさんして特に昨シーズンに関して言うと外国籍選手ものすごいいたもんね、はい、勘違いしてほしくないのは、うん、だからエスパルスの人たちは頑張ってない悪い選手、うん、じゃないですよじゃないそれはエスパルスの外国人選手だけではなくて、うん、もう J リーグに来てる外国人選手、うん、いっぱいいると思います、うん、その中でやっぱりそういう活躍する、うん、もう本当にその一員としてチームを代表とされるようなやっぱ外国人選手なので、うん、昔すごかったですよそうだよね、はい、そうそうたるねなかなかね試合に出れないっていうか、うん、もう日本人以上頑張らないといけないし、うん多分それ以上お金もらってると思うんですよその通りだよねだからそういう人にもやっぱり責任を感じてもらわないと日本人は優しいなってなっちゃうんで、うん、それはもうやめてほしいですねアレックスが言うからめちゃくちゃ説得力あるねだって最初日本来た時さもちろん日本語なんて喋れなかったでしょ僕はやっぱり最初4人目の外国人としての扱いだったんですよあ覚えてる覚えてるものすごいプレッシャーが1年目、2年目っていうのはまだ19歳、20歳の時にそのプレッシャーをあったので、うん、それを感じながら自分がやっぱりこう試合にどうしても出ないといけない例えば、サントさんっていう先輩、うん、懐かしいボランチ鹿島にもいて、うん、ブラジル代表になったのもあるし、はいはい、オリバーオリバーね、懐かしいね、うん、ファビーニョとかファビーニョねボーインとかいたので、うん、例えばボーインだったらあのヨーロッパの代表選手でもあったんですよ、うん、でもその中で自分が頑張らないと試合に出れない3人しか出れなかったんですよその時そうだね当時はねだからもう本当にその外人での争いもすごい激しかったし、うん、その中でやっぱりチームにすごいメリットがあると思うんですよね、うん、もうその争いが激しいからこそ調子良ければチームにまたプラスが与えることが多いだと思うので、うんそこがやっぱり感じさせてもらわないとダメですね、うん、やっぱり外国籍選手なんかもそういう危機感みたいなアレックスの場合はもう絶対出てやろうとか、うん、もうハングリーさっていうかやらなきゃもうアウトになっちゃうしとか、うん、いろんなこう競争もある中でいろんなことを思いながらも本当こうギリギリのところで落ちるか上がるかっていう思いながらプレーしてた、うんうん、毎日毎日そんな感じだったんですよもうやっぱり自分の夢っていうのはたださ、ね、プロサッカー選手になるっていうわけじゃなくて、うん、もっといい選手になって例えば代表であったりもっといいリーグにあの優勝したいとかやっぱそのもっともっとこう大きくなりたいっていうのもあるので全然試合に出ないで例えば、ね、来年契約するか契約しないか、まあ、まだ契約が残ってるはいいやみたいなことになるともう本当にこう面倒くさいチームとしてはね面倒くさいことになるので、うんまあ、そういう選手を連れてくるとね、うんうん、もう最初からその選手にその説得させて、うん、こういうふうにしないといけないよ、うん、もう契約書に入れてもいいんですよあもう 70% 以上の試合に出ないと、うん、もうこれが給料ダウンだよとかあ契約書に盛り込んじゃうともういいですよあ、はい、でも逆にじゃあこうやって活躍したらもう 10% 以上しますよやっぱりそのないと、うん、えってなっちゃうんですよねでもさアレックスはさ、うん、やっぱりその外国人籍、うん、選手に対してそれだけ思ってるっていうのは、うん、もっとこういう風に活躍してくれたらエスパルスが良くなるのにとか、うん、日本の J リーグ良くなるのにとかそういう思いがあるからこれだけ言うんだよねそうなんですよあの海外でのメディアとかすっごい厳しいんですよすごいよねあれはもうやばいよねかわいそうぐらい、うん厳しいので、日本はあのまだまだだと思うんですよね。もちろんそのメディアにもっと厳しくしろってわけでもないし、うん、もちろん日本人の良さ、日本人の優しさはそこにあると思うんですけど、でもサッカーにはね、
ある程度優しさとかたまにはいらないので、うん、やっぱりあのプロっていうことをそんな簡単じゃない、やっぱプレッシャーの中で戦って結果を出さないといけないという毎日のことなので、うんうん、だからそういうやっぱりこう求めることにそうやって結果を出さないといけないですよね。なるほどね、うん、セルジオさんがさ、エチゴさんとかさ、はい、結構こう辛口に言ったりするじゃん、はい、でもあの人もやっぱりこう日本のサッカーのことを思って言ってるじゃない、うんうんうん、でそれこそ静学の井田さんとこの前も話した時に言ってたけど、はい、あのセルジオさんからブラジルのサッカーについてたくさん学んだと、はい、それを静学に入れたと、はい、でもやっぱりブラジル人でもともとそれで日本に来た、まあ、ラモスさんもそうだけど、はい、人たちっていうのはやっぱりそういう日本のサッカーを良くしたい、はい、貢献したいっていう思いがあるからたくさんそういうことを話してくれるんだよね、うん、そうですね、まあ、ありがたいですし、うん、まあ、昔からね、あの成城チームから辛口言われたり、まあ、J リーグ見て面白いこと言うねっていうのは結構あるじゃないですか、うん、あるね、もちろんたまに何言ってるんだろうって言ってる時もありますけど、でもやっぱり成城さん見てるところは本当に素晴らしいと思うし、うん、やっぱりその進化するためにやっぱ厳しくそうやって見ないといけないと思うんですよね、うんうん、優しさあってからの厳しさだと思うし、うん、そうだね、やっぱりこう頭だけにね、はいはいはい、じゃあ頑張ってね頑張ってねって言っても、クラブがね1年1年で例えばもう J2 に落ちたり、うん、もうスポンサーがなくなったりとかってあるので、毎日もう毎試合そういうことを繰り返しできるようにねしてほしいなと思うんですよ。別に外国人選手だけではなく、やっぱり外国選手そうやって頑張れば日本人も負けないようにするし、うんうん、だから外国人選手が来るんですよ日本に。なるほど、ね、やっぱりそのレベルを上げるために、日本サッカーのね、はい、はいはい、だからそのレベルを上げてほしいし、あで日本人選手はもう本当にそういう選手に負けないように、うん、もう自分がそれ以上の活躍ができるようにやっていくと、はい、まあ、これで海外に行った時にそういうのは忘れないんですよね。なるほどね、はい、チャンネル登録お願いします。